はい、ダンです、えー。この動画では40代男性の恋愛が慎重っていう話についてお話したいと思うんですけども、えー、と40代の男性が、まあ、日本人男性についてですけどね、えー、と慎重な理由っていうのは、まあ、3つあると思いますでまず1つは、えーとまあ、そもそもやっぱり養子とか、えー、まあ 自分の,そのまあ稼ぎだったりとかそういったところがあの現実的にもうリアルに認識できていてえと自信がなくなってきてるってとこですねで特に養子は男性はですね結構あのその自信の源はその体ですね肉体的なところっていうのが結構あの源泉にあるとこれ女性と違うところなんですけどもなのでやっぱりあの本当に相当、えー、まあ筋トレとかねしっかりして。 えとトレーニングしてたりとかで体締めるっていうのは結構もう努力がいるレベルなので40代っていうのは、えー、と基礎代謝もだいぶ落ちてますし、まあ、そういったところで肉体的に自信がないとで自分より年下の人に対しての積極性がなくなってしまうというところですね、まあ、これは一つあると思いますで2つ目なんですけれども、えー、とやはり、えー、と失敗すると後がないという意識ですね。 これが慎重にさせてるっていうのもあると思います。やっぱり20代とかだとね、えっ、ー、と結構まあ次があるっていう風うに気楽に思えますし、えっ、ー、とまあ、恋愛に対しても、えー、と前向きになれるんですけども、40代になってくるとやっぱり現実的なところを考えてそう思えなくなってくるっていうところですね。で三つ目が、あの40代男性だとこれ全員じゃないんですけども、えっ、ー、と離婚経験のある人、まあ自分もそうなんですけどね、えっ、ー、とやはりそういった場合は、えっ、ー、と 結婚がどういったものかというのも分かりますので、えー、とやはり、えー、と40代で恋愛次にしたときに、結婚につながるというのはあの、普通に考えたらやっぱり想定できることなので、離婚経験があると、慎重になりやすいというのはあると思います、この3つですね、なので、えー、と40代男性にで、えー、と魅力的な人がいた場合に、えー、もしあなたが女性でアプローチするなら、こういったところは理解してあげると。 えっと、いいのかなと。会話の中でもしっかり話してあげると、あ自分を理解してくれてるって相手の男性も思うと思います。ということで、えっ、ー、と、恋愛を、えー、楽しむために、やっぱり予算とか、経済力とか、あと、まあ、経済力があると時間も、の余裕もできるってことなので、えー、それを作るために自分はオンラインメディアでの収入の、 えー、獲得というのを、えっ、ー、と、支援してます。で、具体的にはブログを作りましょうと。で、ブログでなかなか稼げないという人結構多いんですけど、えっ、ー、と、あなたの稼げるブログを作ってお渡ししますというブログ作成代行サービスというのをやっています。で、これは無料のメールマガジンの方でご案内しますので、ぜひ、えー、恋愛をお金の不安なく楽しみたいと。あとは将来独立したい、移住したいというあなたはぜひ連絡いただければと思います。ということで、ありがとうございました。